皆さんこんにちは。ビジネスのメールに返信を入れているところです。ビジネスメールなので慎重に言葉を選んでいかないといけません。しかし私の、手の中にはメイちゃんがいらっしゃいます。家のものが留守にしているときはこのように、メイアットちょっとペロッと舐めてまた戻っていきます。ペロッと&アウェイでございます。家のものが、留守の場合は私の部屋にいることが多いのですが、私の足元に来て、抱き上げろとせがむことが、多く見受けられます。そういう場合はこのようにビジネスのメールを作らないといけないという緊迫した状況でも、抱きかかえて、仕事を続けないといけないという状況になっています。しかしこの状況もそのうちすると飽きてくるので、今度は下ろせとせがんでくることが、予想されます。今のところ私の、左手が、ベストポジションということになるのでしょうか。ビジネスのメールは、ちょっとした言葉の端々にも、本音が出てしまうという、本音と建前のバランスが非常に難しい戦いだと思います。ちょっとポジションが気に食わないのでしょうか。ちょっと後ろ足でバタバタとポジションチェンジを試みているような状況ですが、私のビジネスメールも佳境を迎えているので、あまり構ってもいられない。あとやはり今度は右手側に移動してきました。ポジションが気に入らなかったのでしょう。右腕側に、利き腕側に、移動させました。この利き腕側に来られるとかなり、仕事がしづらいのですが、そうも言ってられません。メイちゃんとビジネスメールを両立させなきゃいけないと、今度はどうだ、また左に戻るのか。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。